美少女がこんなところで一体どうしたんだ？危ないな。だって、の新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。まあ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。メンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが、少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな、俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから、送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバッチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。さあ、ちみちみぼさっとしてないでお孫さんを丁重にメンデルまでお連れするでち。うん、なこいつ。忍たち、シャルロットについてくるのでち。やれやれ、
面倒な子供を拾っちまったぜ。ここが上ん、ここが上んでるか。早く光の司祭のところに行こうぜ。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。待ってる。おじいちゃんに黙って出てきちゃったから
きっと怒られるでち。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。あんたが光の司祭か。さあ俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと。お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。そんなかったりいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのグレンの魔導士を倒してえのに。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって。聞いてないよ。おいフェアリー、どういうことだ。ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろう。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうとその宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな。俺は行かねえぞ。マナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おお、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの。マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。のてめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ。マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができればマナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり
望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れて紅蓮の魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため、8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり、利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは、同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。Thank you.
らっしゃい。